皆さんこんにちは、ウィングフィードのハドです。ついにねドローン買いました。やっとドローンデビューです。でこちらあのGoogle RCのねミニドローンってやつ、もう2000円切るぐらいの本当に安いですねトイドローンなんですけども、これねこの前久しぶりに月9のドラマ見たんですよ。でその中でね貧しい家庭で、の食事風景でねちっちゃい子供がこう卵焼きをね、これステーキだと思って食べれば美味しいよって言うんですよね。でお父さんとお母さんがうるっとしちゃうとこなんですけども、それに習ってね私もこの安いドローンをね DJI のファントム4だと思って操縦してみたいと思います。ちなみにそのドラマね知った方がエキストラとして俳優デビューされて、俳優って言われますけどエキストラとしてデビューされているので、ちょっとそれもね気になるところです。ではね、これ開けてみます。中身はね、ドローン本体と開けますと、はい、ドローンの本体ですね。もうほんとちっちゃいですね。こんな感じ。200g 切るので一応DID 地区ですね、人口密集地で外で飛ばすこともできるんですけども、ちょっとすぐ風に煽られるんでね、これ外で飛ばすにはちょっと不向きかなと思います。で、次中身ですね、本体とあとコントローラーが付いています。よいしょ、はい、ドローン操縦するための、コントローラーです。ほんとね、ちっちゃいゲーム機よりもちっちゃい、形になってます。で、説明書とそれから、充電用の USB アダプター、これバッテリーがねほんと専用のコネクターで、つなぐタイプなんですけども、これを USB で充電すると。アダプターは付いてません、ね、これだけになってます。で、あと予備の羽ですね。予備の羽が4枚、こういうふうに入っています。さあ、羽ね、一応プロテクターがこう、周りにガードがついてるんで、どうなんですか、あんまり、壊れにくそうな感じがしますね。で、ちょっとうっかりしましたけども、電池も入ってないんですよ。単三が2本ですね。なんで、確か、電池あったはずなので、よいしょ、はい、エネループですね、使って充電した電池をセットします。はい、で電源入れます。ピピッと出ましたね。で、DJI のドローンね、ジョイスティックが両方あって、で両方上下左右動かせるんですけど、このタイプはねこう垂直がこちらの左手の、上下なんですけども、これが固定になってます。なので上下っていうのはね、これで高さを上げると、ちょっと上げたい、調整、微妙に調整しながらこう上下の高さを操作するって感じです。であと横に回転と、この上下左右が、ドローンの、前進後進左右という形になります。ちょっと左右のボタン分かんないですけども、何なんでしょうかね。で本体はもう電源スイッチとかないんです。リチウムイオンのバッテリーがあるんですけども、これを直接こうプラグに挿すだけ、挿したら電源オンという感じです。すごいシンプルな作りですね。で一応説明書を見ると、説明書はね日本語はないです。あるのかな、日本語ないですね。英語、中国語って感じかなとなってます。なのでなんとなく見ると、どうなってるの
かな。あとコントローラーのボタンがねよくわかんないですけども、まあ買ってみましょう。じゃあまず電源を入れます。スイッチじゃないんでプラグ挿すとこう LED がありますね。これで準備完了と。はい、ではね、やってみましょう。スイッチ入れました。この電源コネクターをね直接挿してカッタンカッタンでスイッチ入りましたと。でコントローラーのスイッチを入れます。で下にピッとやると点滅が点灯になってリンクが取れましたと。それでオンということなんですけども、ちょっと後ろに下がってね、これをゲームを、体育会系のノリでねやるしかないですね。まあオートマじゃなくてマニュアルで打たないといけないっていうことなんですかね。はい、ちょっと予備のバッテリーねもうちょっと欲しいですね。まあ、軽くするために短いのはしょうがないと思うんですけど、もうちょっとね1回10分ぐらい遊べると嬉しいかな。そうキャリブレーションがねほんと大変。キャリブレーション取りは充電して練習したんですけど、今日になるとねもう少しできるようになってきました。なかなかね規定制御というかコードを維持する機能がないので、スロットルでバランスをね取りながら出力をね自分で調整しながら難しいね、やっぱりだいぶ慣れてきたとはいえ、もうね高さを維持するのが本当に大変です。